カミちゃんには騙されない。恋をするために集まった10人の男女だが、女子の中には絶対に恋をしない嘘つきオオカミちゃんが潜んでいる。オオカミちゃんじゃない、オオカミちゃんだったらどうする。7月14日スタート。今までその男性を疑いの目でずっと見ていたので、それがないとちょっとなんかこうなんていうんですかね、フラットに見れるし、うん、男の子が積極的に気にせずできる分、なんか展開も早いし、うん、なんか うまくいく恋とうまくいかない恋がなんかすごい早く展開してるイメージがあります、ね、スピード感ある、うん、一番の変化はもう性別そのまま間違いない。いやでもちょっとまだ見てても、うん、なんかオオカミくんをどこか探しちゃってる自分がいて、うん、この中にオオカミくんいないんだって思ってても、うん、ちょっとオオカミくんがいるんじゃないかっていうところもまた楽しいですよね、うん、確かに。今回オオカミちゃんになった時にもう本当わかんないんですよね。分かんない。もう本当に何を疑って何を信じればいいのか、かなり惑わされちゃってます、うん。今回その女性になったらよりこうちょっと男性としては分かりづらくなってて、勉強になる、とっても。見てる自分と同じような目線で見てくださってる男性の皆さんにはある種ちょっとバイブルみたいになるんじゃないかなと思います。このですね、はい、騙す、騙す、騙すっていう言い方おかしいですけど、私婚活パーティーで芸人って言うと全然モテないんで保育関係って言ったりしてました、でもベビーシッターの資格持ってアルバイトをやってて、アルバイトの方が稼ぎが多かったから、うん、保育関係ですって言ったらもうその4文字がモテてモテてすごかったんだ、すごい、本当に変わるんだっていうくらい、オオカミ君でそれで結構保育関係面はしてたかもしれないですね。本当の自分よりもちょっとよく見せようって思うがゆえに、ちょっと大げさに自分をよく言ってしまうことありますよね。例えばなんか、あ、料理めっちゃするとか全然しないとかめっちゃがついてるとかなりするように、するよとか、あれも作れるしとかちょっと大げさに言っちゃうかも。騙されちゃうだろうな、それで。あ、作れる子なんだって、うん、そうですね。わかんない。なんか今もなんか騙しが入ってるよ、ね、ちょっとすごい、違う、なんか入ってなかった。わかんない、ちょっと思い当たらない。いや、すぐ騙されると思う。いや、ちょっと待ってよ。だって髪の毛こうやって結ぶだけだけでもあれで好きになるっておっしゃってるんで、言ってた、もうすぐ騙されちゃいそう、うん、すぐ騙されるのが全てですね。僕も基本的に騙されたいんで。そう、騙されたい、騙されないと思うけど、騙されに行く、行くに行く。でも騙されたいって思ってることが実は騙されてるかもしれないですけどね。確かに、逆に怖い、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 怖い。すごいいっぱいあるけど、その話せる話っていうのが今どれだろうっていう。僕は全然携帯とか見せられるよとか言って言いつつ、実際なんていうの、仲良くなったらガチガチにロックかけてた人とか言って。私は男性じゃないんですけど、なんか自分が好きだった人がいて、うん、でも思いが届かなかった。男性じゃないってことはどういうこと？その好きだったんですよ、男の子、その好きに好意を持ってたんですよ。あ、男の子。でも思いが届かなかったんですよ、うんうん、でそこで私はでもなんとかとか思ってたら、ある女の人が相談乗るよって言われて、うん、なんかすごい優しいなと思ってたら、その女の子がその男の子と付き合ってたんです。で女の子に騙されたことあります。それはやばい、怖い、怖いね。でもさ、オオカミちゃんでもあり得るやつですよね。そう、なんかそれ聞いてすごい、うん、ちょっとどっちも苦手になっちゃって、なんか信用できない、はい、このオオカミちゃんを見ることで何かのきっかけになると思います。別にその人をとうまくいくかいかないかは分からないけど、実は恋することによっていろんなもん経験できるよって、友情であったりとか、その周りの絆であったりとか、なんかそういったことも含めて恋をしてほしいから、オオカミちゃんにも狼ちゃんに騙されないを見てほしい、うん、すごい真面目。なんかオオカミちゃんを生み出してる。生みの親プロデューサーみたいな。すごいすごいいいコメント。エグゼクティブプロデューサー。生み落としたみたいな。すごい、確かに。